カス駅は、島根県大地郡三里町カ淵407番地に、かつて存在した、西日本旅客鉄道参高線の駅である。地名は、俗字の淵を用いているが、駅名には、政治の淵を用いていた。郷の川の蛇行部分にあたり、当初の参高線の計画では、民津川駅から東方へ、トンネルで、ショートカットされる予定であったが、 地元の強い誘致運動により、川沿いのルートが選択され、浜原駅とともに、かすぶち駅が設けられた。三重線の廃止に伴い、2018年4月1日に廃駅となった。浜原方面に向かって、左側に短式一面一線のホームを持つ地上駅であった。駅舎は、三里町商工会館と合築で、商工会の係員が、 出卒業務を受託する管委託駅であり、平日の日中のみ窓口の営業を行っていた。また、駅前を発着する岩見交通のバスの定期券、バスカードの発売も行っていた。なお、自動券売機などは設置されていなかった。ホーム上に待合室があった。ホームはかつて島式一面二線であったが、片側の線路は撤去され、その路盤は、 現役者及び駅前駐車場の用地に転用された。三部山への最寄り駅であった。当駅前の乗り場は、かすぶち駅と称される。国鉄時代には、広浜線連絡の国鉄バスも発着していた。三重線廃止に伴う、バス路線再編によりかすぶち、津賀線は廃止され、現在は、岩見交通かす線、三里町営バス、かす地区線、山戸観光の運行する、 川本三里線が乗り入れている。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。業務上の主要駅である隣の浜原駅よりも多かった。なお、1994年度は103人、1984年度は184人だった。ありがとうございます。